リポタ相撲の遊び方、半分にした縄のさらに半分のところで結ぶ。小さく前習いをした距離まで離れる。もう片方の長い縄を持つ。足が動いたら負け。長い縄が体に当たっても負け。試合開始。ケイタくん動いたので負け。君の輪が当たったので負け。みんなもやってみてね。